アニャラボートーク、よいしょ。はい、バットモガイです。小林ひろゆきです。セブライン松井です。ブラジアマストです。お願いします。お願いします。はい、今週ねコメントが私がさせていただきたいと思います。お、松井君読みますか。動画についたコメントとか、嘘読みたいと思います。嘘、本当ちょっとご情報が今回多いかもしれないですね。知りませんが、サクサクといきたいと思います。はい、それでは参りましょう。最初、アニラボトークについたコメントです。普通大変ですね、はい、こちら、もう一度別のキャラのメイクで両目とも全部やる動画を出してほしいですというコメントが来ております。普段ね、片目はそうです、ね、片方はできましたでやってるんで、どうですね、まあ、時間の短縮だって、そう動画の時間は、ね、基本的には同じ作業ですね。同じ作業ですね。あと紙で隠れてるやつやってなかったりしますけど、そうだね、団体とかね。いや、貴重なご意見ありがとうございます。はい、続きましてこちら、ハイスクールフリットのコスプレメイクについての、コメントです。はい、はい、夏木お姉さん、コスプレお似合いで素敵です。はい、ありがとう。お顔が美しいから映えますね。ありがとう。はい、心にもないことです。なことないです。松井くんの心がなかったの今のは。すごい。続いていきましょう。こちらも同じ動画についてコメントです。はい、やった、ハイフリなんですね。うん、私は幸子、うん、大好きです。かわいさん、かわいい。ヨーソロー。ヨーソロー。ヨーソロー。幸子ってどれだっけね。幸子はね、どの子だっけ。まだ全然名前が一致しない。そうなのよ。で、あれ30人ぐらい実際そうなのよ。1クラス分だから。トイレットペーパーの時ね、すげえいっぱいいるって、うん、キャラソン出すのかな、ネギマみたいになるのかなって。懐かしいよ。そっとした一瞬。じゃあ続いてまいりましょう。はい、バッタモン河合さんにニコニコ超会議2016の1日目で写真を一緒に撮った後、声をかけさせていただいた、ものです。ありがとうございます。めっちゃ可愛かったです。ありがとう。一目見た時に、あれ見たことある顔だと思って、顔見ながら真顔でフリーズしてしまってすいません。2日目はウニ缶一口食べに行きました。美味しかった。夏木姉やに会えてお話できて、その後しばらく足のガクガクが止まりませんでした。またお会いできたらいいな。ありがとうございました。足のガクガク。お母さん、何エクスタシーに行ったの。ウィンクで妊娠させれるよ、もうもはや。マチーンで性のシンボルじゃないんだから。ウィンク練習するわ。ウィンク、ウィンクがぎこちないからね。すごいですね。ありがたいですね。ありがたいですね。ありがたい。しかもなんか結構偶然いたみたいだね。うん、ああ、たまたまぎこちを見て歩いてたら、あれ、あの顔知ってる。だから一日目でたまってきた。ああ、いっぱい書いてる人だ。今日も書いてるけどベース変わってねーって分かったの。ガバンが一緒だったんでしょうね。ガバン見てくれた。で、2日目はあえて見に行ったと。すごいね。ありがとうございます。はい、続いて。夏姉さまを毎回拝むために癒されてます。うん、夏姉さまが素敵で待っております。ということで質問なのですが、いつも何を食べて生活しているんでしょうか。どうしたらそんなに可愛くなりますか。切実という声が普通なのか、まあどうなのか。声優の高森夏美さんの話だと。夏姉さま。なるほどね。はい、なんつき違う、なんかシスタープリンセスみたいですげえ嬉しいんだけど、ね。いろんな呼び方で。そう、いろんな呼び方で。兄さん、兄さん、兄ちゃん。兄くん、個性が強すぎるとか言いますからね。確かにそうっすね。いろいろバリエーションあるけど、もうどんどんもうややこしいんだけど、どんな夏きねえのよ。森が来るか、森森のやつで、夏姉殿とか、森森のやつで兄くんみたいなのがいい。ザ・夏きそうね。ザ・夏き出るけど、じゃあのシスタープリンセス呼びするわ。お前は近影だ。合わせてね。何を食べて、まあ好きな食べ物を言えばいいですかね。そうすね、肉肉食って可愛くなってます。肉食って、あと芋食って、芋食ってる。どんなバックリー過ごしてるやつだ。すごい。じゃあ続いてまいりましょう。はい、ケンタッキーのが好きです。はい、文数の合わせお願いします。夏希姉さん、あつし君で、山下さん、樋口で、小林さん、泉京花、泉京花かな、泉鏡花か、太宰で松井さん、福沢さんで、か太宰、小林さんが太宰か泉京花で、松井さんが福沢さんでお願いしますと。既製品のアレンジでなんとか、うん、意外、まあ、服が比較的既製品のアレンジで、そう、簡単なんだよね、服が。だから顔面がみんなイケメンだったり美少女だったり、それからそこを頑張らないとか。でもね、これ ね、 あのね、小林くんのね、泉京花だけ敵だから、うん、あ、そうなの。このアレンジ太宰もなんか、うん、太宰がいいのか、ちょうど太宰さんはすぐしもなんかね、やたらと、うん、自殺フェチな。じゃあ小林さんちょうど合ってるし、ね、うん。で、続いてのコメント、夏希お姉様のツインテが超絶似合ってて羨ましいです。ありがとう。はい、続いていきます。更新お疲れ様です。ありがとう。やっぱり夏希姉さんの女の子可愛いですね。うん、こんなこと言っておいてなんですけど、ぷんそのあつし君は見てみたいです。リクエスト失礼しました。いや、見てみたいですね。いや、本当に、ね、いずれやると思いますんでね。いつやるんでしょう。これはね、投げないでおくよ。
いやー、ほんとコスプレメイク上がるといいな。中島敦なんで、嘘だ、なんで投げたの、これ、ブーメラン的に戻ってくるから今帰るじゃん、続いていきましょう。河合さんのミケちゃん、よく似合ってますね。ありがとう、可愛いです。 PS 先日、ゲオル PS3 版のスパロボ最新作を予約してきました。発売が延期にならなければいいなと。うん、スパロボね、はい、ゲオで PS3 版のスパルプ最新作を予約してきましたということです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか、ね、かわいいとか、なんか、まあ、そういうか、なんか、うん、楽しみですね。はい、パーセントの表示が待ってます。はい、続いてまいりましょう。はい、アニラボトークについたコメントです。はい、あざす。なりぎつねってメインはキツネしか喋らないから、なきぎつねで、メインはキツネしか喋らないから、あの声はなきぎつねじゃないはずですよ。お叱りのコメントみたいな。あれですね、なんかスネ夫みたいに喋るみたいなこと言ったやつですね。あ、そうですね、喋らないです。キツネがスネ夫なんだよ。うん、いや違うさ、あの声は泣きキツネじゃないはずですって。本当、でもあのスネ夫の声がちょっと NG なんだよ、うん、ね、あの変な喋り方のせいでびっくりしたってやつだよね、うん、じゃあキツネが喋ってる。夏姉さんに変わって私からもうどうもすみませんでした。しっとり何を取り戻すか、肩鳴らしてブルペンで始めてるから、久々に山下さんの編集技術を垣間見ました。グッジョブです。はい、あれですね、僕が書いたいろいろと、ほう、あのなんか参考画像を書いた、うん、あのこれとか、あそんだけの話なんですけど。いや本当、ヤマピューいつも本当感謝してますよ。あとね、手書きの写真を勝手に無断使用しました。いいね、セーフ。似てるって散々いじったからね。うん、ありがとうございます。細かいとこ見てくれてね、嬉しいね。ありがとうございます。ホタルマルか、そうそう、ホタルマル、ホタルマルも僕書きました。よかったら僕が書いたホタルマル見てくださいね。はい、続いていきましょう。もう一つコメント失礼します。山下さんのツイートで確かに過激派さんの方のアイコンもツイート元も山下さんだったので、あれおかしいなとは思ったのですが、山下さんが自作自演をする人だとは思わなかったので、てっきりバグかなんかかなと思ってました。騙されました。そういうことするやつだよ、そういうやつ、そういう悪ふざけするよ。そういうね、お茶目なとこあるから、あんまり見てないとこでやるんだから、深夜にやるんだから。いいよね、気づいた時クスッとしてくれればいいのよね。スクショ載せといたんで見てください、ね、ぜひ確認してください。続いていきましょう。ふつおた編についたコメントでございます。ふつおた失礼します。はい、ふつおた失礼します書いてある。あ、じゃあ読んだ、ふつおたです。これは読みます。読んでください。ふつおた失礼します、はい、カードキャプターさくらの続編ですか、気になりますね、うん、30歳になってもオタクが抜けないおじさんのコメントでした。こちらふつおたで来ております。ドストライクなんでね、世代が。じゃあ気になりますねっていうのがふつおたでしょうか。気になるよ、みんな気になってますよ、ね、楽しみ、ね、じゃあ続いて、こちらマクロスデルタ第5話感想についてコメントです、はい、すみません、書き途中で投稿されたので書き直しました。いいえ、山下さんの解説とても分かりやすかったです。私も平均寿命を超えてるのでウィンダミア人に例えた話をされると震えます。古谷ちゃん可愛いのにあの笑い方のギャップ、結局可愛い、うん、早田くんの成長もいいですね。ミラージュさんの存在が色濃く出ましたね。ところで山下さんの髪型の女性らしさが増していますね。いつ髪切るんですか。それ問題でしょ。これが妖艶の問題。それを話したいがために振るだけ振って、ところで敵言わないよからのよ。これだからな、どうする、もう夏だぜ。夏でも夏で見せてなの。いやそういうことじゃないですけどね、別に暑いよね、こんだけ戻ってたら、ね、もうこう似てるできんじゃない。でだって後ろ縛ってるよ、まあ、縛ってる。結構低いもんだ。あ、そうか、ポニーだから持ってるね。十分できるでしょ。はあ、もうちょっと頑張りましょう、はい、続いて参りましょう。こちら、頑固な眉毛潰してみようという実験的な動画についたコメントでございます、ね、コメント失礼します。私は夏希姉様と同じく全剃りですが、うん、妹と弟は学校があり剃るわけにいかないので、今回の眉毛の消し方はとても助かりました、うん、次回のイベントで試してみたいと思います、うん、3人兄弟でコスプレイヤーですか。すごいですね、妹と弟もコスプレイヤーをやってるのかなと。やってても、はあ、妹さんいるよ ね、 いるよね、はい、興味ないコスプレは全然興味ない。だから多分反面教師にされちゃったのかな。いやでも一人一番下がうっかりこう稲妻イレブンからちょっとオタクになりそうだったから、コスプレするときは一声かけてねって言ったんだけど、コスプレまでは、いやね、中学生だからね、こう興味がね、いろんなものに移っちゃってね、なんか気づいたときにはね、ヒョウ柄って可愛くないっていうタイプになっててね、違うんだよ、可愛くないんだよ。ギャルったね。でも夏希お姉さんもいろいろな道結構歩んでますからね。そこに関して否定はできないんだよね。最近はすごいから、戻ってきてほしい。30を超えてから戻ってくるかもしれない。うん、でもなんか学校暮らし、お互いに単行本買ってたりとかしたから、多分戻ってくる。面白いものの趣味は合うんだろうね、という。兄弟でコスプレっていうのは、まあ
やりたいんですか、それとも隠したいのか、やりたい方の人によっては隠したい、仲良かったらいいのか。だって衣装とかだってさ、夏木友達にいるけど、あの最弱とかさ、だから総北買うから箱が買ってとかさ、交換したりね、夏木の一人しかいないという噂の、そう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 、六号二人が三役やって6人見せたっていう伝説のあ違う違う、友達で兄弟でやってる子たちが総北と最弱買う時に総北のジャージと箱北のジャージさんはそれぞれ買えばいいっていうのがそういう気持ちはいいですね、確かに、なるほどね、じゃあここのね2人気持ちいい、兄弟じゃないからね、体型も違うし、サイズがね、ワンサイズの少し違うですよね。小林さんもでっかくなるか、ヤマピーがガリガリになるか、ヤマピーがガリガリになるのかな。面白いな、ヤマピーガリガリになるのさ、ちょっとさ、でも病的で笑えない気もするね。この髪の長さのガリガリは心配になるね。うん、確かに。じゃあ続いてのコメントに戻りましょう。はい、こちら眉毛潰してみようついたコメントです。はじめまして、はじめまして、眉つぶしついに来ましたかと思いましてコメント失礼します。ありがとうございます。私はウロジ山下さんが最初間違えて戻したギャッツビーで普段つぶしてます。ギャッツビーで埋めてつけまのりで固めてコンシーラーでやってます。へ、割と眉毛そのまま残してるのですが、がっちりとギャッツビーで埋めれば滑らかになりますよ。そうそうなんですよ。僕なんでギャッツビー出したのかっつったら、うん、ギャッツビーが多分使えるなと思って出したんだけど、うん、それを忘れてて戻しちゃったんですね。ああ一応試してみようみたいなのあったのね。そう、松井さんくらいだったらギャッツビーいいなって確かに最初思ってたんですよ。だからちょっとあれですね、それも試してみた方がいいかもしれない。そういう手もあるんですね。そうね、第2弾、第3弾と、賢いね、ありがとうございます。みんなあの手この手でなんか埋めてるんだね。ねえ、必死よ、ハッペみたいな感じですね、多分。なるほどね。じゃあ続いていきましょう。こちらハイスクールフリート、コスプレメイクについてコメントです。はい、どこにやってんの？なんか他の動画見ても同じようなのばっかりバリエーションないっすね。ありがとう、他の動画を見てくれて。そうなんだよ、見てんだよ。この子ね、見てんのよ。怒りながら、ほかほかって見てんだよ。見てんのよね。ありがとうございます。ありがとう。いや、しょうがないよ、だって作画が一緒なんだもんね。そうだよ、作者一緒なんだから。作画一緒と見ちゃうよ。そりゃそうだよ。何、ランマと一緒になんかパン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 。違えんの一緒なんだよな。そうっすね。足立満みたいなもんだと思う。そうだよね、作画一緒だから、そこは勘弁な。でも動画見てくれてありがとう。ありがとうございます。じゃあそれで参りましょう。眉毛つぶしてみたについたコメントです。はじめまして、いつも拝見させていただいています。ついに眉毛つぶしですね。私も全剃りできないので見れて嬉しいです。私はいつもギャッツビーの、あ、でもこれもすごいですね、ギャッツビーのピンクで固めてからつけまのりまた固めてローラーを乗せてファンデして頑張って消してます。コンシーラーだとやっぱり浮いてきてしまうのでローラーになりました。マジックコンシーラー気になっているので買ってみようかと思います。情報失礼しました。うん、マジックコンシーラーいいっすよ。マジックコンシーラーいい、うんうん、色が強い、色味が消えるよね、いい感じ。そうそうそう、すごい。でもすごいね、みんななんか賢いね、いろんなもの乗りたけるね。剃っちゃえばいいの、ね、やっぱ剃ってない人の方がやっぱ技術があるからね、こういうのは、ね、消す技術、我々は教わるべき。そう考えると夏希が楽してるっていう、うん、だもん、みんな生やしましょうよ。大変だね。だって楽したいから全部剃ってんだもん。まあ確かにな、うん、整えるのとかも嫌だし、うん、でも害はあるよ、汗がめっちゃ目に入るとか。あー、ノーガードなのか。夏場は普通に。そうですね、うん、まあ、その時に初めて眉毛ってこういう役目があったんだって気づいた。汗を止める役目があったんだとか。高校生の改善が気づいたね。そう、痛いって言われる、うん、今日やたら暑いんじゃない、眉毛がなくなったんだ。そうデビュー日のもう、ね、めっちゃ目がってな。ごめんね眉毛って言いながら剃ってくるでしょまた。なるほど。はい、じゃあ続いてまいりましょう。こちらも眉毛潰してみたについた動画で、コメントです。はい、今は剃っているのでそうでもないんですけど、うん、学校通ってた時はやっぱり剃れなかったので潰してました、うん、私はヤンピーさんと同じような手順でスティックのりを塗って乾かしてからスティックタイプのコンシーラーで潰してました、うん、私もこういう方だったので試行錯誤しました、うん、余談かもしれませんが、眉毛が分かれてるキャラはあのクロバスの鏡とか、うんうんうん、セイント星のカメとかもそうですよね。面白い眉毛だなと思います。そんな話したね、そういえば、うん、いろんな眉毛描きましたよ。熱くなってたやりました、いろんな位置に書きましたよ。キャンパスの気分はどうだった？いや意外とね悪くなかった。イケメン眉毛とか、あ、こんな感じなのか、いいな。近く描いたりとかね、大盛りかけてかな。ね、いろいろあったね。いろいろありましたね。すごいね、いろんな消し方あるね、本当試行錯誤して。ですね。こっちの方が勉強になりますわ。うん、ありがとうございます。ありがとう。続いて参りましょう。こちらも同じような動画についたコメントです。はい、私はスティックのりを塗ったらすぐにファンデーション塗って。
青ひげみたいになっている部分をコンシーラーで消してその上からまたファンデーションを塗っていますと、その方が時間もかかんないですしいいですよと。はあ、まあでもあれかもね、ちょっと薄いタイプの人かもしれないね。眉毛が一発目からスティックのにはね、なかなか松井さんくらいだときついですね。ちょっと、はい、ある程度なんか整えてるような人だといいのかな、ね、そうですね、みんなそれぞれ自分に合ったのを試行錯誤する人、そらない人、隠す人、隠さない人、いろいろいますね。はい、続いて話を待ってました。学生になる参考になります、うん。マジックコンシーラーの力すごいですね、うんうん、あの。気になるのがちゃんと落ちるのかなのですが、どうでしょう。どんな洗顔シートで拭くなどすればきちんと落ちるでしょうか。これはね、私しか答えらんないこともないか。まあまあ、実際受けて、まあ、この前どうだったっていう。この前夏キネイヤの方がね、全然落ちないよ。ヤマピーの方も拭くケア落ちたんだけど、なんかね、逆側の毛からなんか、ガンガン出てくんだよ。あれなんですよね、逆毛に対して入れてたから、カエさんはそうそうそう、こっちで拭いてこっち綺麗になったと思って、うん、こっちでやったらなんかまた肌色が出てくるから、そう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 、なんかすごい楽しかった。はいあるはいないはいあるはいないってずっとやってた。もう潰したらもうなこの通りにしか塗ってないんで。そうね、だからこの毛の方向にやって拭けば、うん、拭き取れば簡単にしたのがヤマピーの方向だった、うん、いやだからこの前もちょっとね、多分撮ってない時に喋ってたんだけど、はいはい、あれ、あ、言ったかな、夏希はそのビオレのオイルインの、うん、あそのちょっと高いやつじゃないと、そのメイク落とし、それじゃないと嫌だって言って、うん、それじゃないと落ちないって言って、うん、まあ、追加率は100均のでも落ちるからって言って、うん、ね、そう、化粧落としをいいの、夏希には使ってますもんね、うん、やっぱちゃんと落ちる。そうそうそう、だからやっぱ、がっつりやっちゃうと、ちゃんとしたのじゃないと落ちないから、うん、だからがっつりしたやつだったら落ちるのかもしれない、ね、そうだからいつも100均の化粧品とかでやるとペッて落ちるけど、そうですね、だからね、こそぎ落としたい時は、うん、そうだから今日も家だとあの DHC のオリーブオイルのやつを、クレンジングオイルのやつをやんないとこの辺のペタペタとかも取れないから、ああ、うん、そうですね、うん、じゃあちょっといいやつを使って落ちるやつを探した方がいいかも。まあでも私も100均のやつだったらね、指でなんかこう、はい、毛袋みたいに取りましたよ。もう毛ごといってるもんね。毛ごと何本か爪でなんか剥ぎ落とすみたいに取りましたから、あの時は横で落とした。カフルから帰るくらいだったら別にあのコンビニでやってる程度のシートでもまあごまかすくらいはできますね。そうね、コンビニでも一応最後風呂入りね、100均じゃなければ。じゃあ続いてまいりましょう、はい、あ、こちら心が叫びたがってるんだに、ついた、懐かしい、はい、コメントでございます。最近ここ酒の成瀬潤のコスプレしています。男性です。おメイクの見本にしています。ありがとう。目の下にうまくアイライナーがきません。押すコツとかありますか。押す、押します、押す、練習あるのみです。押す、そうだね、本当に練習なんだね。でもそうね、コツがあるとしたら、あのこのこのこ の, こ の, このなんだ、手の肉というかこの部分をしっかりほっぺたに固定して、どっからなんか動かすのかをちゃんと決められたらうまくいきやすい。こうだとフルフルフルするけど、ちゃんとここ肘をちゃんと置けと、カメラ撮るみたいでね、どっかで固定みたいな、そのコツをつかめればなんとかいきやすくなりますね。はー、うん、そう。でもこれあの夏希奈に聞いてるけど、ヤマピーはなんで出しゃばってきたのか。男性ですって言われた。男性が、まあ練習あるのみっていうコメントもいただきましたから、うん、何度かちょっと試して、うん、毎日化粧してみたみたいな。あ、そうですね、うん、それヤマピー上手くなったもんね、実践やってね、うん、そうそうそう、毎日してたもん。うん、であれですよ、コンビニの手前まで行ってみるとかすればいいんですよ、ね、手前まで行って帰るやつ怖えよ。入るやつより怖えじゃねえかよ。コートの下裸でそれやってみてもいいんじゃないかなと思うんですよ。はい、それでは続いてのコメント参りましょう。はい、怖いな。こちらアニラブトーク普通大編についたコメントです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。山下さんが大学の森の中を木の枝を持って走り回ってたような話でヤバくて笑いました。よかったね。シンプルにヤバかったね。すごかったあれは。あとスパコミで鳴子くんの舗装してたのですが、更衣室につながるエスカレーターで誰かにガン見されてるなと思っていた夏希さんでした。オープンの夏希め、夏希も、お、夏希もだ。夏希も、夏希も、夏希もめちゃめちゃ可愛かったです。知り合い？知り合いかなこれは。いや、知り合いじゃないと思う。なるこ、でも実際これは夏希姉やんか、夏希姉やんか、本人ですか。ガジロッと見た覚えはあるかと。あのねスパコ見て、はい、あの時、うん、マジで疲れてたの。あ、てか大変だったのよ、あの日、はいはいはい、あの大嵐っていう時だったの、はいはいはい、5月の4日の、はいはいはい、もうめっちゃ天気荒れるよっていう、うん、嵐だよっていう、うん、京王線ももう動かないよっていう、うんうんうん、ので突風吹いてたね。ビッグサイト側も前日から階段使わせませんっていう決断をされて、だから完全にこううちらの誘導も
違う方向になっちゃって、夏樹は西にしか用がなかったの、はい、西にしか用がなかったのに東の駐車場の方をぐるーって行かされて、で中の東を通ってからの西に行かなきゃいけなかったの、中に入るまでも階段使えないがゆえに、くっそ遠くてもうヘトヘトでってなってた時だと思う、多分それを見て、なんか視線感じなく動かなくなってただけでしたこの石像みたいなね、すげえ疲れたんだよあれ、そのオフすぎるやつ好きだもん、可愛かったらしいありがとう、すごい優しい盲目ですね、ありがとうございます、本当にオフだった、スイッチがオフだったね、そういう意味のオフだったんだ、本質的にもスイッチオフだったでもまだペダル人気あるんだなと思ってちょっと嬉しいなと思ってた、ああなるほど、うん、じゃあ続いてのコメント参りましょうか、はい、こちら、頑固な眉毛潰してみようについたコメントでございます、はい、一般人さんのコメントですね、なんで言っちゃうんだよありがとうございます、名前言っちゃうんだよ、眉毛ある人は大変ですね、全剃りして描けばいいやって考えてもいや可愛いねー、でこちらも、一般人ちゃんからのコメントです、非常に早すぎなんですよ、ファイナルボトークについて怒られるよ、わーい、夏希姉さん、夏希さん、どんどん呼んでください、一般ちゃんです、こんばんは一般ちゃんです、まあまあ、イベントで会ったことがある人だからね、名前言っても大丈夫だとは思うんですけど、俺仲いい人ファミリーとね認定するダッセあ、名前言っていい人は名前言っていい人書いてくれる、そうですね、そうそう、逆にその絶対にちょっと言われると恥ずかしいですって人はそういうやめてよそのふり、俺読んでるからさそういうふりはこれは本当に読んでダメな時って分かるけど、読んでるからそういうふりやったらそれよく分かんないね基本読まないようにしてる、基本読まないですね、だって今のフリを次読めってフリじゃん、はい、はい、こちら頑固の眉毛潰してみようについてはコメントです、ありがたいです、私も眉毛が太いのが悩みなので全剃りしかないかと思っていたんですが、過去にやった上に大説教され外出禁止になったのがトラウマになっていたのでコスプレを頭のどっかで諦めかけていたんですが、うん、この動画のおかげで本格的に踏み出せます、うん、あざす、厳しいお家だ、そうですね、そういう家もあるよねそれは、すごいね、全剃りしてでも全然、でもいきなりしちゃったっていうところもまた勢いがすごいよね、すごいね、思い切りがいいよね、じゃないそう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 、えっこらってこと、大体だって女の子ってさ、お母さんが怒られるの怖いから、こう徐々に徐々にバレないように先生とかにも怒られるから徐々に薄く、そうそう、前髪やって隠したりとかするのに潔いよ、いやおいお前外出れる顔じゃねえだろてめえふざけんじゃねえぞそれはバレるわバレるわそりゃトラウマ、なんでトラウマだってちょっとずつ薄くしてみてはいかがでしょう、そうね、でこれコスプレにちょっとまあ踏み出せたっていうのは嬉しいことですかね、うん、いいことだ、うん、じゃ今度は徐々に眉毛、うん、徐々に剃ってった方がいいと思います、もしくは眉毛潰す方向で考えてみてください、はい、コメントありがとうございます、はい、続いてまいりましょう、こちらマクロスデルタ第5感想についてコメントです、はい、山下さんの解説が分かりやすくて好きです、うん、私は三雲さんが好きです、なんで男なの三雲さんにはとんでもない秘密が隠されているのではないかと期待しております、そうだね、私もマクロスフロンティアから見始めました、うん、シェルが大好きで今度白ウサギのコスします、いいですね、同級生とどっちとくっつくか話しました、お、マクロスってメインヒロインみたいなことはくっつかないから、うん、パイロットの姉ちゃんとくっつくでしょと予想しました、うん、今後どうなのか楽しみで仕方ありません、うん、PS 山下さんマクロス三角形の三角形じゃないです、名古屋公演のライブ当たったようで羨ましいです、そうなんですよ、当たったんですよ、名古屋まで行く、行きますよ、行っちゃう、名古屋が近いもんね、ねえ三公演全部出したんですけど名古屋しか当たらなかったです、うん、分かる、はい、その気持ち、あとは、ね、松井さんのラブ、松井さん名古屋に遊びに来てくださいね、ありがとうございます新幹線のチケットお待ちしております新幹線の新幹線でね、ちょっと夜行バスはお尻が痛いね、うん、ごめんなさい、名古屋だね、最近パイロットお姉ちゃんの方が女出してるからな、確かに出してるね、うん、フレイヤーさんかな、どっちかっていう、頑張れば頑張るほど振られそうっていう ね悲しいアニメでもあるからね、自分の身の上話しちゃうから自分語りしちゃうとな、そうですね、じゃあ続いてまいりましょう、こちらアニラボトーク普通大変についたコメントです、はい、皆様こんにちは、こんにちは、おたさーの姫スタンプにメススタンプ男おばさんスタンプどれもいいですね、ろくでもねえなこのラインナップ優しいな、優しい、松井さんのスタンプも欲しいですね、これだけいいよね、河合さんも可愛いからすぐにそのスタンプ人気出ますよ、あら、いいね、松井くんだけプレーンで松井スタンプ面白いねいいね、そうね、で夏希には2個出てますよね、おたさーの姫スタンプと夏希さん、まあでもそっか、そういうことか、まあまあまあね、まあ、山下さんのストレス発散法はクレイジーすぎて笑いました、うん、くれぐれも無理のないように発散してくださいね、うん、PS 小林さん長年のお勤めお疲れ様です、あー捕まって違う、そうそう、あすごい、この言い方さ、あの経営の中から出てきた人で違うんですよ、僕8年半やってた同じ1個バイトがあるんですけど、それやめたんですよ、もう悪さすんなよ的な、違う違う、お疲れ様です8年半の懲役まあまあのやつ鉄砲玉だなーって言っちゃダメな犯罪だよ、もう本当8年半、うん、まあ、8年半100均でバイトしてたんですけど、やめて今はちょっとそうですね、山小場生活のために
まあ、お金貯まりますと。お金貯まります。はい。ありがとうございます。さっさとも反応がやっていいですね。じゃあ続いてまいりましょう。こちらアニラボトークについたコメントです。はい。すごく面白くて笑いました。ありがとう。参考画像で出てくると思わなくて、視聴者の方のお名前を言ってもらえるセールは嬉しいですね。ありがとうございます、冬ココさん。そう言ったらいいね。冬ココさん。冬ココさん。冬ココさん。いいなって言ったから。で、冬ココさんは、イベントでお会いしたことはあるので、やめたほうが大丈夫です。ファミリー認定されてますから。出せんのよ、ファミリーは。ファミリーは出せんのよ。そうそう。主に私と夏希でね、からラブコールをね。ベコッコさんだって夏希お姉さんがいいなってた夏希お姉さんって呼んでくれる。反応の速さ。夏希お姉さんことミューズって呼ぶからさ。全部バラしちゃって。薬用石鹸だからさ夏希お姉さん。でもまあまあ。でもだからね。だからそうベコッコさんなりのお姉さん呼びが待ってる。ああ。どう呼ぶんだぞ。シスタプリンセス。そうです。どの手に入れるかはもう。シスタプリンセスも知ってるもんね。12人の妹。集めたいから今一般チャンス一枠埋まりましたけどね。二枠冬国さん。冬国さんがどこに入るかですよ、この12分の。わー、まだ募集してるよ。夏希姉さん12人集めてほしいですね。それはちょっと見たい。残り10枠でございます。変なアイドルユニットみたいな。アネくんかな。清志龍斗みたいな。アネくん、アネくん、アネくんかな。あ、でも今回夏希っていうの来たからな。そうですね。あいつか。夏希可愛いよ。あれは兄貴か。兄貴か。妹が欲しいからね。違う違う、兄貴っていうタイプの。ああ、兄貴って、はいはい、いましたいましたいましたね。だそのうち姉ちゃまって呼んでくれる。虫眼鏡持って姉ちゃま。いいかよ。チキですって言ってくる人も出てくる。ちょっと。皆さんぜひね、大丈夫、みんな分かりますね、スプリをね。ありがとうございます。10人分です。松井さんの方もお待ちしてますね。はい。こちら、動画にくっついたコメントは以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、この後はね、山下さんによる仕事のコーナーとか始まります。はい。チャンネルはどうも。ありがとうございました。